来週の日曜日は。うん、何も予定はないよ。大丈夫。それなら早めに出発した方がいいね。何時の電車にすれば。あ、メッセージが来た。そうなんだ。ルビーちゃんからだよ。またサバゲーに行くことになったんだって。うん、この前マリさんからの誘いでかすみちゃんとサバゲーに行ってきたって話したでしょ。いや、必死だっただけで得意なわけじゃ。かすみちゃんもかなり興奮しながら話してたし、鵜呑みにしないでね。とにかくマリさんがこの前遊んだところ以外にもいろいろ調べたらしくて。あ、また来た。今度はマリさんから。その通りでした。うん、また一緒に行かないかって。今度はアクアのメンバー全員来られるみたい。虹学のみんなはどう？だって。もう、だからそれは、それはいいかも。すごく唯一背中を預けられる相手、私が一番信頼してる人はあなただけだから。サバゲーじゃなくてもあなただけなんだよ、私には。もう、私の背中を守るなら私と同じくらいあなたもかっこいいところ見せてね。あなたのためなら本気出しちゃうよ。この前よりすごいことになるかも。ああ、そうだった。それを確認しなくちゃね。ちょっと待って、聞いてみる。あ、お返事来た。来週の日曜日。会場も全部まるで SF 映画みたい。電脳空間がテーマのイベントって聞いてたけど、本当に自分が電脳の世界の住人になったような気分。なんだか不思議だね。本当にそうかもしれないって。ああ、そういえば私が慌てるって思ってるんでしょう。ここは現実じゃないのかもって。ねえ、あなたは？ここは現実だと思う？あなたの目の前にいる私は本物の人間だと思う？現実そっくりだけど、本当はただの映像だったりして。え？そんな顔しないで！ごめんね、嘘だよ。ちゃんと本物だから。ほら、ギュッてしたらわかるでしょ？